ホリエモンチャンネル。皆さんこんにちは、堀江貴文です。皆さんこんにちは、寺田由紀です。それでは今日の質問です。現在23区内に10店舗ワインバルを展開しています。過去すべて直営、人々が日常的につながれるコミュニティ機能を備えた飲食店。50年で東京にバル文化を作る。そのためには23区内に600店舗必要。今後も直営で店舗展開していくべきか、フランチャイズ化するかを迷っています。最初にお金を投資して徐々に回収していく直営店のビジネスモデルでは、店舗展開のスピードが遅すぎて文化など到底作れそうにありません。コミュニティ機能を備えた飲食店が東京でこれから必要になってくることは間違いないと思います。コンビニもそれを察知していろんな機能を後付けしてきています。圧倒的な店舗数があるので、コンビニが酔っ払いを管理できるイーストインスペースを、イートインスペースを作ることができたら、バルの存在意義はゼロになってしまいます。ブランド力を保ちつつ出店スピードを飛躍的に上げる方法はあるのでしょうか。ぜひ堀江さんのご意見をお聞かせくださいという質問です。はい、今日も質問に答えていきたいと思いますが、はい、ということで本日最終日でございます。ゲストは株式会社ウルルの星智恵さんです。お願いします。よろしくお願いします。いや、星さんが、ね、ついに最終日でございます。星さん準備がいい、スタッフがね、本当にカンペも出してくれてね、本当ですね。はい、ちょっと親とかにも勧めてみようかなって思える感じのサービスだなとは思いますけど ね、 そうですね。なんか暇してる親とか、なんかたくさんいそうなので、うんうん、やっぱりその例えば定年退職して、うん、何か仕事をしたいとなった時に、デザイン業務とかプログラミング業務だけなんですね、他のクラウドソーシングサイトっていうのがメインとなって、うんうんうん、なかなかできない、うん、結局在宅ワークというのができない、うん、というところで弊社のシフティはもう雑多な業務の流通ですので、うん、でも確かにできそうって思えるのが一番いいですよね、はい、うん、私でもできそうっていうのが、はい、ということでちょっと盛り上がっちゃうんで質問に行きましょう。はい、はいはい、私はこう答えました。はい、それは大規模資金調達をしてドバッと出店でしょう。今ホリエモンチャンネルのゲストに出ている、まあ、前のゲストですね、うん、バーホニューモンチャンネルのゲストに出ていただいた元牛角の西山さんは、村上ファンドと一緒にダイニングイノベーションという会社を作っています。共同出資ですが、会社が村上さんからデッドで調達しているバレッジを聞かせています。うん、資金調達の方はいくつかあるので、大規模出店しないと結構きついよねっていう、まあ、実際あのコンビニのイートインの話もこう出てましたけど、まあ、実際今イートインスペースって増えてますよね。増えてますね。あれね、もっと増えていくと思います、これから。コンビニ飲みですね、はい、みんな家に帰ってコンビニで買ってきたやつで家飲みしてたんですけど、うん、あの家よりコンビニで飲むみたいな、うん、あのやるバル文化を築くと思うんだったら、めっちゃ早く出店するしかない、しないと他のものがどんどん伸びてきてるってことですよね、うん、はい、うん、じゃあぜひね、今コンビニの商品開発力すごいですからねいや、ちょっとスピード勝負らしいんで、ちょっと頑張ってみてください。はい、ということで最終日でございます。はい、最後にババッと告知をお願いします。はい、私たちも持ちましょうか、いろいろサービスをありがとうございます。我々あの仲間も随時募集して、おりますので、うん、シュフティ、そうですね、シュフティのエンジニア、あるいは事業の、プロダクトを、あ、なるほど、はい、あのディレクターですとか、はい、常に募集しておりますので、ぜひ、在宅ワークのスタンダード化および CGSの開発にご興味のある方、ご応募いただければなと。はい、はい、お願いします。そして堀江さんのめくりカレンダーも発売中ですね。ちなみに星さん、お誕生日は？私は10月の1日でございます。あ、じゃあ10月の1日を最後読んで終わりましょう。世間の常識って全然倫理的なものではなくて、恣意的というか感情とかで動いていたりする。はい、はい、ということで本日もありがとうございました。ありがとうございました。私を映さなかったの。メルマガの登録はこちら。チャンネル登録を。